100億とかもう気にもしれない、まあ、ゴミだと思ってる。そうです。それでは今日の質問です。もし堀江さんがこれから EC サイトを起業するなら、どんな商品を扱う分野で起業しますか？以前、ZOZO タウンは市場としてファッションの EC 化がまだ進んでいない。かっここれから可能性があるところもあるため、時価総額も高いところがあるといった回答をいただきました。堀江さんから見て、ファッション以外で EC 化がまだ進んでいないと思われる可能性の高い分野があれば知りたいです。私は越境の生鮮食品とか考えたのですが、Amazon の進出を考えると無謀のように思えたので、という質問です。はい、それではゲストを紹介します。テイシーを運営されてます、スタイラー株式会社の代表取締役、尾関翼さんです。よろしくお願いいたします。はい、じゃあまず回答からいきたいと思います。自分が得意で知識のある分野から攻めますね。Amazon のこととかもっとでかくなってから考えればいいんですよ。面白いですよね、こういう人って。面白いですよね、本当に。いきなり Amazon と対決しようとするっていう。そう。いきなり世界が。いきなりサッカー始めてネイマールと対決みたいな、そんな感じですよ、ね、いやそれしかもサッカーの例えで言うと別にネイマールと戦わなくても別にやっていけるわけじゃないですか、うん、いろんな地域リーグとかもあるし、うん、J2J もただどの程度のビジネスサイズでやりたいかとか、まあ、結構関係してるかなと思う、ね、どうなんですか、一番最初からそんなこと考えるんですか。いや考えない、まあ、僕はたまたまアマゾンで働いてたんで、アマゾンの裏側が分かるんで、長期的にまあアマゾンとそこまでバッティングしないようなところはまあちょっと考えてましたけど、ビジネスを考えるときに Facebook と Amazon を競合で考えるっていうのはちょっとなかなかないと思います。すごいよね。まあじゃあ全く別でいいんだけど、日本で会社立ち上げます、はい、いきなりパナソニックと戦おうとか思えないですよ、ね、思えないですね。何なんですかね、これ IT だからいきなりそこが見えちゃうから、まあ、そういうこと。知らないからじゃない。おっしゃる通りだと思います。市場分析が多分足りないと、その競合他社とかで考えたときに結局ビッグプレイヤーしか頭の中に。知らないサッカーも J3 とかそれ以下があることを知っているけど、ワールドカップしか見ない人はワールドカップしかないと思っちゃうみたいな。だったらネイマールと対決しなきゃって思うみたいな。そうなんだ。そういうこと。多分そういうこと。うん、だと思います。全然社会人サッカーもあるよ、はい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 、みたいな。そういうことか。たまにもいいこと言いますね。おーい、来た来た、よし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 。確かにそうか。サッカーの話が来たんでここは言っとかないと。チャンス。チャンスだと思いました。すごいな、そうなんだ。多分ね。マーケット分析が選定されてないんで、マーケット分析が進んでいくと多分。アマゾンとかだいぶ先だって気づく？そうです。戦う相手じゃないっていうのも。今まだ相手じゃないっすね。びっくり。面白い、面白い。でも EC サイトをまず起業しようかなって考えたら、やっぱりこの通りですよね。得意分野自分だったら何売るかなから。だって多分俺なんか会社作った時とか、そんな愛されたことも考えてないけど、なんか特に悩まないというか。あ、僕時々幸いなことにアクセラレーションプログラムのメンターとかで呼んでもらって、一日スタートアップしたいです、起業したいですって会うんですけど、こういうことを考えてて何もやってない人って結構いっぱいいるんですよね。え、本当にいますよね。多分堀江さんとかも結構いろいろ来ると思う、そういうことやりたいんですけど。メルマガの質問こんなんばっかりですよ、うん。そう、でもそれこそインスタグラムでもいいんで何か言ってみればって。なんか EC とかで言うといくらでもやることがありすぎて、うん、何なんだろう。で、動くやつと動かないやつの違いってまたあって、すげえ面白いんだよね。例えば僕が知ってる事例で言うと、一番簡単なのってセドリで、韓国とかに行くとマーケット側の船場みたいなマーケットがあって、この間も俺たまたま行ってきたんだけど、ソウルのたらもうね、すげえもうね、安くて、安くてかっこいい服とかがめっちゃ安くて、これ韓国で買ったの。これは古着屋で売ってるね。古着屋でアディダスの昔のジャージみたいなの買ったんだけど、これ可愛いですね。そうそうそう、こんなのがゴロゴロしてるから、こんなの別に日本に持ってきてメルカリとかに出店したら全然ね。本当に大学生とかでもやる人はやってんの。いやいや、もうだって10年以上、15年前とかから女の子でファッション好きでモデルとかやってんだけど、そっちはあんまり売れてないんだけど、うん、ヤフオクで100万円ぐらい売り上げてて、うん、半分ぐらい利益みたいな女子が結構いて、これまあセドリっていう一番簡単な誰でもできるやつなんだけど、手間さえ惜しまなければね、あらりで50万ぐらいは全然、50万100万ぐらいは全然いけるし、はい、全く関係ない感じでクラウドファンディングで、あのカレーはね、そのカレーの、あ、下北沢の、はい、瀬口家のカレー、
ってやつなんですけど、はいはいはい、レトルトのカレーをオリジナルで作ってクラウドファンディングでやりますみたいなことやってるんですけど、うん、最終的にこの人カレー屋さんオープンしました。お、素晴らしい。今だからやり方結構いっぱいありますよね。いやもうそうだね、年間自分が1000万円ぐらいの年収を取れるぐらいだったら何やってもいいかなって、うんうんうん、何でもあるなって思いました。なんでそんなこと考えるのかなでもでかくなって考えればいい。売り上げ100億ぐらいって本当になんか頑張ってこれから1000億目指そう2000億目指そうみたいになって初めてアマゾンとかと、まあでも売り上げ1000億のビジネスとかアマゾン狙ってこないもんね。そうですね、ね、はい、そうですそうです。ニッチだよね1000億とかって、うん、100億とかもう気にもしてない、まあ、ゴミだと思って。そうです。そもそもアマゾンはあまりもう競合考えないんですよ、うん、我々がやることを徹底的にやるって考えてるんで、うん、多分全然気にされないと思う。そうよし、戦うのはやめましょう。はいはい、眼中にない、眼中にない、アウトオブ眼中だよ。はい、なのでぜひまずは考えることをやめて自分の好きなことから始めていただければと思います。はい、本日もありがとうございました。